こんにちは、山内幸です。では今日は TOEFL の特にライティングで使われるテンプレートについて説明をしていきたいと思います。私がよく読んでいる太郎テンプレートと二郎テンプレートっていうのがあるんですけども、二つの種類のテンプレートがあります。例えばインディペンデントライティングでこう書いていくときに For Example って言いますよね。で、そこで For Example で使えるようなテンプレートがあるんですけども、そこで、太郎テンプレート、二郎テンプレートというやり方があって、片方は機能しない。片方は機能します。で、多くの方がこっちを使ってるんだけど、こっちの方がいいですよっていう話をしていきたいと思います。ライティングでですね、例えば、そうですね、All high school students have to study math っていうふうにこう物語としましょうか。数学を全ての高校生学ばなきゃいけないと。賛成反対ってなった時に、この、例えば賛成でいくとするじゃないですか。Agree ですね。で、例えばこういうテンプレートがあったとします。アグリでイントロを書いて、ボディ1でいきますよ。ボディ1で、数学を勉強しないと、職業の上で困ってしまいますと。なんだかんだ言って数学は使うんですと。だから全ての生徒が数学勉強すべきですと。っていう、まあ、論理を展開しようとしてたとしましょうか。それは、それが、いい悪いとかそういう話じゃなくて、そういう話と設定をしましょう。で、ボディ1でイントロ書いて、ボディ1で書いていきますと。こうこうこうです。こうこうこうです。こうこうこうじゃないですか。だからこうこうこうですよと。で、ここで始まります。For example。For example。となって、ここで太郎テンプレート、二郎テンプレートの登場です。これなぜかと、なぜ太郎、なぜ二郎って呼んでるかというと、まず太郎が多いんですけども、太郎テンプレートはですね、For example, I have a friend, 太郎。太郎 entered a certain company.He's an engineer. とかそういう太郎くんの話を始めるんですね。なぜか知らないんですけど、本当にそんなに太郎くんっていう名前の友達たくさんいるっていうぐらい、私添削をさせていただく中で、まあ、太郎くんの品質とったら半端ないです。もう、5人名前を見たら4人が太郎くんです。だからもうこれはね、太郎っていう名前で作ったテンプレートが、もう配布されてるんだろうなと。多分どっかで作った人がいて、またどっかのスクールさんが教えてるのかちょっとわかんないんですけど、もうとにかく太郎がたくさんいます。My friend Taro entered a certain engineering company とか言って、まあ、タロが突然登場するわけですね。で、そこで、タロテンプレートがどう展開を遂げるかというとですね、僕とタロ君は、こういう中でタロ君は、そこでこういう会社に入ったんです。こういう学校に入ったんです。そこでタロ君が経験したことというのは、っていう、タロ君の話をできるように準備をしておいて、例えば会社に入った、一緒の大学のクラスメートだったっていう、あれだとこう、設定を作り込んでおいて、その設定でその太郎くんが困ったことになりましたとか、その太郎くんはこういうふうにしたら成功しましたっていうふうに、こうこのトピックによってね、トピックによって今回は数学を全部、全員の生徒とやるべきと。で、太郎くんの位置関係、人間関係をここに語っておいて、その太郎くんは数学を勉強したおいたおかげでエンジニアリングで成功できたんです。ほらね、そういう人いっぱいいると思うんですよっていう論調を取ろうとしてるんですね。これが太郎テンプレートですね。で、その太郎テンプレートが結論から言うと機能するかというと、機能した時期があったのかもしれません。今は残念ながら太郎テンプレートは機能しないと思ってください。要するに、ここで言おうとしているのが、太郎くんとの人間関係を一定のこう単語数を取って、文字を稼ぐといいますかね。そういうコンセプトのもと、太郎くんとの話をこう持っておいて展開するわけですよね。で、最後はちゃんとそこだけ工夫して、主題のところに結びつけてはくるんだけども、そのディーテール、太郎くんとの人間関係ってあんまり本論と関係ないよねってことを稼ぐために作ってるテンプレートが太郎テンプレート。僕が言ってる太郎テンプレートだから、それはあまり機能しない。本論からは逸れてるんですね。まあ、本当に太郎くんという友達がいたのかもしれませんよ。そこはまあ正直今譲りましょう、100歩ね。ただ、この主題に関係ない、数学を全員が受けるのかどうなのかっていう話と関係ないディーテールの人間関係を言っても、それはちょっと的が外れてるよねというのが採点員側が感じることです。だから太郎テンプレートは機能しないですということですね。じゃあ一方、二郎テンプレートというのは何なのかというとですね、二郎テンプレートというのは、自分のね、弟に設定します。I have a brother. His name is Jiro. っていうふうに言います。これは嘘かもしれませんよ。本当かもしれませんけども、嘘の人が多いでしょうね。そう言ってもね。でも、ジロー君の話をこう説明するわけですね。で、ジロー君の説明になると、兄弟だから、位置関係をあんまり説明することはないんですね。なので、I have a brother. His name is Jiro. He is 3 years younger than I. そのぐらいで終わります。それ以上は言わない。そこからはもう本論に近いことを言います。なので、太郎テンプレートは周りくどく長いです。二郎テンプレートっていうのは簡潔です。なので、このイグザンポーで使うテンプレートとして、長い周りくどいテンプレートはもう減点される方向ですよということですね。短く簡潔なテンプレート。これもうテンプレートと読めないかもしれませんけれども、その二郎テンプレートの方が採点としては高くなっていますので、For example のところに
テンプレートを長々しく入れないようにしましょうということです。で特にね、特にこれはもう致命的な太郎テンプレートがあります。次郎テンプレートも下手に使ったら致命的になります。あの太郎くんの話を自分がイグザンプルしているわけですよ。太郎 entered this and this such and such engineering company. He is participating in this and this project. And he was told by his boss that he should 何々何 and he could do the calculation becauseHe was good at mathematics because he studied hard at high school. でこう、え？そこまで太郎くんの話本当に知ってる太郎くんの人生でしょうと。あなたの人生じゃないでしょうと。なんでそんな太郎くんのことを語れるのよ。もうこれで、あ、作ったウェディメイドなプランなんですねと。テンプレートなんですね。太郎くんはいませんねということがわかるわけですね。で、それはもう大幅減点です。回りくどいことが原因で一つ大幅減点。もう一つ、作り込んできたテンプレートとか作り話っていうのを使わないでくださいって今はもう注意書きが出てます。みんなやっちゃうので。それをやったら減点ですよというもうウォーニングですよね。注意です。それをもう逆行する。もう、はい、ザ作ってきたテンプレートを入れ込むことなんですね。太郎テンプレートっていうのはね。太郎くんのことそんな知らないから。でも、次郎くんのことなら、弟さんだったら、お兄ちゃんだったら知ってるかもしれない。なので、もし自分以外の第三者をリファーするんだったら、次郎テンプレートで言ってくださいと。家族にしてください。まず、まあ、簡潔になりやすいっていうのと、まあ、家族のことだったら、それはまあ、そこまで知ってることは自然じゃないかもね。次郎くんがね、ここに怪我をしたんだと。次郎くんがこの間就職してね。ですごく喜んでたと。で、勉強した甲斐があったって言ってた。それって、結構近くにいるから言っても、ね、自然じゃないですか。太郎テンプレートは不自然に長くなるんですね。次郎テンプレートは自然に簡潔になるんですね。どっちがいいですかっていうことになると次郎テンプレートの方がいいですよということです。なので、身近な人、まあ自分か家族ですね。一番いいのは自分です。自分のことは絶対知ってるからそれ言ったところで不自然にならない。ディーテールを言ってもね。自分に近い家族だったら多少のディーテールを出ても不自然にならない。でも、第三者の太郎くんのディーテールが出たら不自然だから、それは。知らないから。だからそれは最低もね。バカじゃないので、わかりますから。それは、もう、太郎テンプレートでお仕事しないでくださいというのが、今日のポイントです。Okay, let's go with zero. See you next time.